これからクリノリンビジットのサイズ1と2の試着動画をお見せします。まずは156センチの女性です。普通体型です。サイズ1を着ています。ちょうどジャストサイズですね。厚地のウールで作ったクリノリンビジットを着ています。ちょうどぴったりだと思います。よく似合ってます。続いて155センチ、ちょっとぽっちゃり体型の女性です。同じくサイズ1を着ています。まあちょっとタイトかなと思います。もうワンサイズ上げたサイズ2の方がきっとぴったり似合うと思います。続いては155センチ細身の女性です。サイズ1を着ています。このサイズでぴったりだと思います。今スキニーを履いてるので細く見えますが、スカートとか合わせたら本当によく似合うんじゃないかなと思います。次は172センチ62キロ男性です。サイズ1を着てみました。まあこうやって見るとサイズ感悪くないかなという気はしますが、クリノリンビジットはゆったりめに着た方が本来のシルエットが出ます。なのでまあサイズ2とか着てる方が似合うんじゃないかなと思います。サイズ1ですとボタンを閉めるとまあちょっと窮屈な感じはありますね。もともと構造的にゆとりのある作りになっているので、もちろん窮屈感はないです。自由に腕を動かすことができますが、本来のクリノリンビジットのシルエット、ゆったりとしたシルエットを楽しむのであればサイズ2の方が、まあもしくは3とかの方が合うんじゃないかなと思います。まあこれは好みの問題なので、クリノリンビジットをゆったりと当時の雰囲気で着たいっていう方なら大きめのサイズを選んでいただいて、まあすっきり着たいっていうんだったらジャストめに選んでもいいんじゃないかなと思います。ここからはサイズ2になります。166センチ細身の女性でサイズ2を着ています。先ほども細身の女性で試着してる動画をお見せしましたが、やはりこのようなスカートに合わせるとクリノリンビジットは非常によく似合うんじゃないかなと思います。サイズ2を着ていて166センチの女性でジャストじゃないかと思います。とてもよく似合っています。ぴったりです。もちろん腕なんかは自由に動かすことができます。とても着心地のいいアイテムじゃないかと思います。このボリューム感が可愛いんですよね。で、中に内ポケットがついていて、このように手を抜くことで中の内ポケットにアクセスすることができます。ちょっと面白い作りしてます。そして同じくサイズ2、172センチ62キロの男性が着ています。先ほどサイズ1を着てましたが、やはりサイズ2の方がとてもよく似合ってるかと思います。まあもちろんサイズ3にしても違和感なく着れるんじゃないかなと思います。中にはタートルネックのセーターを着てるんですが、まあそれでも全然余裕を持って着ることができます。なんか男性が着ると不思議な感じですね。またこうやって前を開けると印象が変わります。まあ、なんか和服のようなそういった雰囲気もクリノリンビジットの特徴です。ぜひ皆さんもクリノリンビジットを作ってください。ありがとうございます。